パラスは小惑星体最大の小惑星。以前はケレスが最大の小惑星であったが、2006年の IAU 総会でケレスが純惑星に分類されたため、小惑星体ではパラスが最大の小惑星となった。なおパラスも将来的に純惑星に分類される可能性がある。1802年3月28日にドイツのブレーメンで、 ビルヘルム・オルバースにより発見され、ギリシア神話に登場するトリー・トーンの娘パラスに、ちなんで命名された。パラスの軌道。青がパラス、赤が惑星、黒が太陽。パラスは小惑星体の中では、ケレスに次いで大きい天体である。軌道はメインベルトの中央部分に位置するが、大型の小惑星にしては、軌道傾斜角と、離心率が大きい。 パラスの構成成分は独特であるが、C 型小惑星に大変よく似ている。パラスによる星の延体は数回観測されており、それによって正確な直径が得られた。1979年5月29日の構成色で、パラスに直径 1km 程度の衛星があると報告されたが、確証は得られていない。1980年には、 スペックル干渉法により直径1 7 5キロメートルの衛星が見つかったと報告されたが後に間違いだと分かった。2007年にハップル宇宙望遠鏡によりパラスの映像が撮影され小八面体に近い形が確認された。元素のパラジウムはパラスにちなんで命名された。ありがとうございます。